大歓声の中迎えたホームゲーム。国内トップの12チームが2つのブロックに分かれて戦う SJ リーグで、アクト最強はここまで2勝1敗のブロック暫定3位。上位2チームが出場できるトップ4トーナメントに向けて、 NTT 東日本との第4戦は負けられない戦いです。第1ダブルスには柳井商工から入団が内定している田口真也選手と、今年日本 B 代表に選ばれた佐藤あかり選手のペアが登場します。相手は去年12月の全日本総合準優勝の強豪ペア。柳井商工バドミントン部の仲間も応援に駆けつけ、会場を盛り上げました。課題もたくさんあったんですけど、最初から最後まで自分の強みを出してできたのがすごい良かったです。鋭いショットを連発し、ストレートで勝利しました。続くシングルスは日本 B 代表の水津真奈美選手。第3ゲームまでもつれ込む熱戦となりましたが、一歩及ばずシングルスを落としてしまいます。勝敗を託されたのは最終第2ダブルス、キャプテンの大沢ひな選手と水津優衣選手のペア。第1ゲームを落としたものの、ここから粘り強い戦いを見せます。第3ゲーム序盤は相手にリードを許しますが、大きなプレッシャーを跳ねのけ逆転勝利。アクト最強は2対1で勝ちました。すごい試合前は緊張して、なんかプレッシャーとかはあったんですけど、やっぱり皆さんの応援で試合してるうちにすごい楽しくもなったし、本当山口県の皆さんに助けられたと思いもあるので、次の北海道大会に向けてもいい一歩が踏み出せたのかなというふうに思います。初のトップ4トーナメント出場をかけた SJ リーグブロック最終戦は来月札幌で行われ、順位決定戦などは来月23日から東京で行われます。